2列のチャレンジの一般戦が今スタートを切っています。最内から1番の近藤が上がってまいりました。この近藤も昨日の予選競争では6着いいところがありませんでした。その1番の近藤が正攻法の一致を取っています。松丸が現在はゼッケン通り2番手、3番手が6番の坂本です。近藤が前を取っていますので、これで序盤戦岡山勢が前段からという組み立て、そして切れ目ということで2番車の松丸がその後ろです。一方中部近畿の3人は4番手以降でラインが落ち着いています。4番車の船本、そしてその後ろに5番の井上、3番車の西田、4番5番3番の瀬織、その中部近畿の3人が後方の4番手以降でラインが固まっています。2周回目の1コーナーから1センターです。ご覧の通り綺麗な位置、隊列1本棒に落ち着いています。人気のかかった1番の近藤の後ろに同じく岡山の坂本です。そしてラインの後ろからチャンスをものにしようという2番の松丸、位置を切れ目で3番手です。じっと様子を見ているのはこの4番の船本、この彼の動きがこのレースの大きなポイントを握っているような感じがあります。さあどの位置からこの4番の船本が上がっていくのか、4コーナー回り切りました。残り2周の赤番です。飛び出していくのか4番の船本、いや誘導を抜いてから一旦は元の位置に車を下げました。ブーメランという戦法に出ました4番の船本です。先行1番の近藤変わっていません。だいぶ4番の船本車間を上げています。さあこの位置で巻き返せるか、ジャンが入って3コーナーです。先行1番の近藤、今日は先行で腹を決めています。風を切る形になりました近藤。2番手6番の坂本、3番手に引いている2番の松丸、一方4番の船本はまだ4番手です。残り1周の 400m を切りました。さあ1番の近藤が先行に入っています。まだ4番の船本は4番手回りまくり切れるかどうか、2コーナー回っています。全く棒状が変化ありません。船本が動けないか、3コーナーから4コーナーです。棒状のままでこれから2センターから4コーナー、2番車の松丸が3番手から仕掛ける4コーナー待って直線部分、先頭1番の近藤、後ろから一気に2番の松丸が来ました。松丸が3番手から強襲です。あとは近藤が残ったか、それとも6番の坂本かというところ。まずは2番車の松丸が直線抜け出しています。2着がどうか、1番の近藤が粘っていたか、ご覧の通りまず2番車の松丸、1番車の近藤がわずかに体勢有利か。確定放送までお待ちください。2レースのチャレンジの一般戦お伝えしてまいりました。